I want to introduce Mr. Yuji Tsuchida. He's the owner of Tsuchida Brewery in Japan. But unfortunately, he cannot attend today's presentation. So he gave me a video message. So at first, I want to start his message video. ご自身のお酒を自分たちの作った米で、作りたいという発想から田植えを教わりに行って、そこで出てきたお昼ご飯がバスマティーライスだったんですよね。はい、はい、それでこんなに香りが良くてこんなに美味しい米、酒にしたらどうしようというふうに思った発想から作られたって伺ってるんですが、はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、ですね、作ってる時は当然ありまして、お米を、はい、日本酒を作るときは炊くというんじゃなくて、まあ、蒸すんですけど、蒸してるときはもう酒蔵中がこう言ったらあれなんですけど、海外の空港に着いたかのような、もう現地のような香りがこうするわけですね。だポップコーンを炊いたようなこう感じの香りがずっと蔵の中にしてまして、なのでこれはこうお酒に残るんじゃないかとちょっと期待をしてたんですけど、はい、やっぱり揮発性なんで、仕込んだ最初はすごくその香りが豊かに残るんですけど、だんだんこう発酵するごとに、まあ酵母が代謝してるのもあるだろうし、あと空気中に出ちゃってるのもあるんで、うん、どんどんこう減ってって、うん、最終完成形は残念ながら全くその香りが残ってはないんですね。香りはなさらなかったってことなんですが、そうなんですね、実は味はどんな感じだったんでしょう。味はもう日本のいわゆるお米で作ってるのと、まあ、多分プロが聞けば当然ここはこう違うってはあるんですけど、うんうん、一般の方が飲む分にはもう全く違わない、はい、むしろこっちの方が好きっていう人がいるぐらい、味わいが要は、はい、日本のお米だからバスマティだから格段になんか違ったっていうことはなくて、うん、ちゃんとこう美味しい けど、うん、なんとなくこういうなんか米の違いがあるのかなと、こう要は派手にこう違うのではなくて、うん、はい、ちゃんと日本酒として美味しい味になってました。あ、私を伺った時にちょっとインドなんかはこう爽やかな酸味のあるトマトとかヨーグルトでマリネートしたチキンとかパニールっていうのがあるんですね、はい、パニールってチーズ系なんですけど、そういったもののスパイシーさと合わせたらいいのかななんて思ったんですけど、そちらに伺ったら食べさせていただきます。そうですね、皆さんにヨーグルト系は絶対マッチあると思います。いや、そうですか。はい、で酸もあるんで、はい、酸味のあるサワー系もありますんで、はいはい、比較的こうアジアの料理には合うんじゃないかなと思っております。なるほど、土田さんができたのかっていうところ、土田さんのその根底である土田流ですね、酒作り教えてください、はい、よろしくお願いします。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、はい、ちょっと資料があるんで共有させていただきますね。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、あ、出ました、大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうしましたら、うちのお酒作りをご説明するので、まずそのうちがじゃあどんな環境下にあるのか、土地の説明を少し、はい、させていただきたいと思いますので、はい、こちらが日本地図で、群馬県という場所に我々の酒蔵があるんですけど、ここが東京ですね、首都東京からここなんで、かなり東京からまあ1時間半から2時間ぐらいの近い場所にございます。でここの群馬という県で作ってます。で群馬県の中でもこの川場という村で作ってまして、その川場というのが、まあ人口がだいたい3000人ちょっとのかなりこう小さな村ですね。で世帯数ってその、何軒家があるかというのも約1100軒ぐらいで、エリアとしてはこの大きさなんですけど、森がもう、88% を占めてるので本当に森林だけの、うん、お場所です。で川っていうのは、日本語で川は英語で言うとこうリバーですね。あ、リバーになりますんで、水が豊富な、それ川がいっぱいある場所で水が豊富な場所なので、はい、まあ、お米も豊かですし、うん、あとこの通りちょうど平均気温も低いので非常にこう寒暖差というか
朝夜寒くて、昼は暖かいっていうところなので、非常にこう稲の生育がそういう美味しいのをため込む場所になりますので、でこちらが穂高山といって、我々の水、お酒造り水が大事なので、この雪山の穂高山というところの、地下をこう山を通っていって、地下に流れている伏流水というものを使って、それを井戸水として仕込んでおりまして、で目指している先はもうハバーグッタイムブリューワーズ&ドリンカーズなんですけど、まあ、良き時間を過ごしましょうと。で大事なのは、僕が言ってるのは、ブリューワーも良い時間を過ごさなきゃいけないし、はい、まあ、飲む方々も良い時間を過ごすっていう酒造りを目指してて、まあ、何かというと、ですね、ブリューワーがそもそも作ってる側が、まあ、楽しんだり、自分たちがうまいものを作るという面白さがないと、多分お客さんにも伝わらないだろうなと思ってるんですね。市場で売れるから、けど僕らはこれを、まあ、あんまり面白くなく作ってるとか、まあ、売れるからしょうがなくやってるっていうのは、やっぱお客様に通じますし、さらには、まあ、次の世代に対しての姿勢として、我々ブリューワーがそもそもこうやってお酒作りを楽しんでるとか、うまいものを作ってるっていうことをしないと、多分次の世代って、まあ、インドは分かりませんが、日本では YouTuber とか、そういうことをやりたいっていう子どもたちが増えてるとか、野球選手になりたい、サッカー選手になりたいって、いろんなこう面白そうな産業がある中で、じゃあ酒造りしたいって、やっぱりそのやってる、今やってる人たちが楽しまないとならないと思ってるんですよ。なので、そもそもじゃあバスマティなんでやったのっていう時に、これは美味しくなりそうだし、誰もやってないから、まあ、楽しそうだと、僕らがこう新しい一歩を踏み出せる楽しさがあったので、それを価値基準としてやってます。なので、次の世代へもっと僕らが面白くてうまい酒を作っていくことで、もちろん今飲んでる人も楽しいですし、次の世代がやりたいなと思うものを、まあ、目指したいなと思って、こんな標語にしております。なので、菌とともに楽しく作るというので、はい、住んでる微生物を活用しながら作るということにしております。なのでまとめると、我々は酒蔵に住む菌を活用して、江戸時代からもう昔から、渡ってきた技術を核にした酒造りを行っております。で、も目指しているお酒としては、まあ、複雑な味わいで、土地、この群馬とか、まあ、お米が持っている土地の記憶や、そこから飲んだ時に湧き出る自然の価値を感じていただく、そうすることで日本中にいろんな多様なお酒ができると思っているので、今最初江岡さんからお話しあったように、まあ最高級の米を使わなきゃってあるんですけど、まあ、そうすると大体似通った味になっちゃうわけですよね。そうではなくて、やっぱり土地の記憶、この土地だからできた記憶というのをお酒に含みたいので、そうすることでいろんな日本酒が多様になりますし、それをするには、まあ、我々がこの江戸時代の技術がめちゃくちゃ面白いし、すごいし、次の世代を渡したいので、これを核とした酒造りを行っております。なので、使っている材料は、まあ、4つだけで、ここからがちょっと日本酒の作りの話になります。はい、はい、お米と米麹と、水とマイクロバイオなので、その微生物、この4つだけを使っております、はい、で、総論としますと、うちの総論としますと、食べるお米、しかも群馬県のだけを使用してますよと、まあ、もう一部、自分たちで売るから、これをこのお米で作ってくれて委託は受けますけど、それ以外私たちが作る分では、自分たちで売る分には、群馬県のお米、食べるお米だけで今作っております。でさらには、ほとんどうちで作ってる酒ではもう削らない、皆さんが食べるお米そのまんまの、今回のバスマティも農家さんがそのまま精米して、そのまんま、食べるまんまのものをいただいてますというお酒作りがほとんど、一部こうショーに出したりとか、研ぎ澄まされたお酒を作るために、まあ、うちの中でほんのわずかですけど削ってはありますが、まあ、ほとんどで8割以上でも削らない酒作りをしています。あとは、蔵に住み着いているバクテリアを、まあ、使いましょうということで、まあ、一部酵母入れるのがありますが、まあ、ほとんどの酒作りで、菌を活用した酒作りをしています。あとは、先ほどのですね、添加物を入れないっていうのと、特徴的なのは、流通も保管も、はい、ルームテンプチャーなので、常温でできますよ、うん、
まあ、なぜかというと昔の作りをしてるんで、江戸時代って、灘といって、関西の方から江戸に船を使ってどんぶらこっことこうお酒を流通してたわけですね。というと昔の作りをしてると酒って強いんですよ。なのでうちのお酒は、強いので、このように、流通とか他も冷蔵庫を入れなくていいよっていうお酒がほとんどだし、今回のバスマティも全くそうで、できれば冷やさず常温でこう飲むようなお酒になっております。はい、以上がうちの酒造りの特徴になりますね。はい、ありがとうございます。はい、なんかあれですよね、こう江戸時代っていうようなこう昔ながらの伝統を引き継ぐ、その引き継いでるのが若い、はい、さっきの若い彼らなんですよね。でそれが非常に私印象的で、こう皆さんがそれで自由で楽しいっていうふうにおっしゃられていましたでしょう。はい、こう新しいものを自分たちでこう受け入れて、それをどん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 もっともっと楽しく新しく画期的にしていくのかなっていうような、そういった企業風土そのものが土田さんのところっていうのは次世代につなぐサステナブルなものなのかなっていう感じがすごくしました。はい、ありがとうございます。はい、もうおっしゃる通りで、こううちの酒造りでチャレンジがなくなったらこう僕たちらしくないよねって言ってるので、なるほど。なので、まあ、ワインも毎年味が違うんですけど、うん、実は日本酒も違うので我々はチャレンジしながら毎年も違う味にしていいよと、はい、それはお客さんにちゃんとこういう理由だから菌が違うとか、やることが毎年変わったりするので違うよと、はい、なのでそこはなぜかというと今がもう完成したと思ってないので、うん、毎年作れば作るほど新しい発見がいっぱいあるので、それをどんどん踏襲してもっともっとこう、まあ、日本でいうと道なんとか道ですよね。私は酒造道って呼んでるんですけど、はい、華道とか茶道とかと一緒でどん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 、はい、極めても極められない道があると思うので、うん、そこについてもうこれでいいやと思ったら終わりだと思ってるので、はいはい、全然会議ですね。でもその先ほど言われたその環境とか菌ですよね、この菌、はい、菌なんですけど、例えばこの菌とかは蔵にいるから、まあね、蔵の中で菌がいてその菌を大事にっていう観点もあると思うんですけど、はい、でも土屋さんの場合ってその菌って外からも入ってきますね。例えば、はいはい、菌ってこの環境微生物の菌の構造までが大事でこう入ってくるわけだからっていうところがあると思うんですけど、はい、でそういった観点からこう地域のこの土屋さんの住まれている川場ですよね、川場の地域の活用として多分それも関係があるのかなと思うんですが、勝手にさっき GI を取られたと思うんですけれども、はい、GI 取れぬまたとか、また地域に関して土田酒造からとからの観点からしての SDGs、これらについてちょっとお話を伺えればなと思います。 ありがとうございます。そうしましたら、はい、ありがとうございます。その GI 取れぬまたっていうその、はい、地域性、今日本がこのやっぱ産物を守るために地域のこうちゃんとしたものに国としてこれは地域のものだと認めようということでやっていただいて、今回一緒にエリアにある四蔵の酒蔵さんとそれを取ってできました。それはまさに地域を守るためです。で次世代でまあそういうふうに産物を守ってもらってありがとうというためにまあ共同になってそういうふうにしました。で僕の中での SDGs のサスティナブルは決してその環境環境だけ頑張ってやりましょうってことじゃないと思ってて、はい、先ほど申し上げた結局今の私たちがやってることがこうそれは楽しかったりいいように見えないとやらないと思うんですよ。例えばめちゃくちゃ環境に良いことを父親やってるけど、すごい生活は苦労してるし、なんかこう毎日大変な顔してるんだよねというと、それは次の世代って果たしてやるのかなと思ってるんですね。うん、僕はさっき言った YouTuber になるよとか、とかいう今時代ができますんで、ではなくて僕の中のサスティナブルは次の世代がやるかどうか、終わっちゃったらサスティナブルじゃないんで、うん、となるとあうちの父親はなんか結構楽しそうにやってるし、かつ環境にもどうやらそんなに負荷かけずにやってるよねと。で、所得もまあ人によってはやっぱり、ね、苦労したくはないからある程度どうやらあるらしいぞとっていうものがないと多分サスティナブルにならないと思ってるんですよね。なので環境負荷を考えるのは当たり前だけど、そもそも自分たちが、売れるからマーケット的に SDGs をやるんではなくて、
心の底から僕らこれをやりたいんでサステナブルにやりたいんでやってるんだっていうものがないと、うん、多分次の世代は見透かすと思ってるので、それなので僕らは心からコミットして、楽しい酒造りをしていくことがサステナブルになると思ってるので、まあ、やっております。その中で、まあ、たまたまなんですけど、例えば添加物を使わないと、まあ、非常にエシカルで、要は工業的に生産する必要がないので、環境にもいいですし、あと群馬県の地元のお米を使うっていうことは、それ輸送コストも全然かからないし、あとはこういうコロナになったらお酒作りの米って余っちゃうんですよ、はい、その行き場がなくてどうしようってなるんですけど、要は食べたら美味しくないから、でも食べるお米だったら、あ、まあまあいろんなところで食べたり加工できるからいいよねってなるので、非常にそこもこうもったいなくない、農家さんの負担も減るし、あと我々はありがたいことにこうお米を削らないので、要は削るコストって、例えば大吟醸みたいに半分削ってなると、もう 2,3 日ずっとその精米機と回しっぱなしになるんですね。で今なんか精米 1% って 99% 削るってあるんですけど、これは嗜好品としてはいいんですけど、だ環境負荷的には確かね200日ぐらいずっとその精米機を回すと、とんでもない電気のコストになるので、まあ、我々はそう思うと削らないと、そもそもその電気もかからないし、あと半分削るってことは田んぼが、その分倍必要になるわけですよ、そうですね、はい、そうすると我々1枚で済むんで、そこに対してじゃあ農家さんに所得を同じようにお渡させてもらえれば、購入すれば、そこの農家さんもじゃあ次こんなに儲かるんだったら、まあ、次の世代もやろうかなという意思が立つと思うんですね。なのでそこでも次の世代、農家さんを含めた次の世代になりますし、あとは、自然の菌を使うとお酒作りがそもそも、まあ、楽しいのがありますけど、さっき言った強くなって常温保管可能なので、輸送コストが、クール便使わないしので、そこに対しても環境負荷が少ないので、非常に SDGs 的には、まあ、自国の米を削らずにそのまま使うっていうのは、菌を使うっていうのは、まあ、いいんじゃないかなとは思っております。ただ、はい、皆さんもうおっしゃる通り作ってるもの、飲んでいただくもの、そして、お米を作って農家さん含めて、みんながこう地域のものとして、はい、地元の全部お米で、しかも菌で作ってるということが、なんか今飲んでる人たちがさらに次の世代へそれ先あるんだよって言っていただいて、みんなが笑顔になることは、なんでハブはグッタイムって言ってハブはだからハブはグッタイムなんですね、まあ、よくわかりました、す、はい、究極の問題ですが、はい、これってやはりお伺いしてると常温でも大丈夫だし、はい、やはりそこの菌を使って作られてるってところから考えて、はい、さらに地元の お米ですよね、それを研がないでまた作られてるってところから考えると、はい、私なんか個人的にはインドでもできるような気がするんですが、いかがでしょう。 ありがとうございます。もうまさに今回、バスマティ系で作った一つの理由としては、もちろん食べて美味しかった、楽しいからもあったんですけど、これを使ううまくお酒にできたら世界中でもお酒できるじゃんと思ったんですね。それきっかけなんですよ、はい、本当に、はい、なのでもうおっしゃる通り、インドでもできると思ってます、まあ、ちょっとだけ表にまとめましたので、なぜかというと、そもそもお米ローカルで OK ですよと。ローカル、はい、はい、なのでそれはもう実証しました、日本中のすべてのほど人が、そういうバスマティでお酒できるはずないじゃんと思ってるので、じゃなくてもうそのまんまローカルなお米でできますよ、はい、しかも削るのは、食べるのと同じ、飲んで OK ですよと。ほとんど削らないですね、はい、だから今回もまさに農家さんが要はお米屋さんに出すのと同じまんまので、これはインドの方も普通に食べる分の精米ってのはできるはずですから、わざわざ日本の高い酒米を買ってそこで削って輸入する必要はなくて、地元の取れたお米でいつも通り削っていただくので全然大丈夫ですと。でさらには水もまあローカルなのでもちろん大丈夫ですよ。でさらにはバクテリアなんですけど、はい、それはもうその場所、はい、まあ、唯一麹の菌はさすがに日本のを使わないといけないので、うん、日本の麹菌のそれは全然安い話なんで、はい、ちっちゃいですし、はい、なのでそれだけ、まあ、買う必要があるかなと思っています、うん、でちなみにそんなじゃあ、今いるところで菌なんで作れんのと思うんですけど、例えばこれうちの、はい、日本語ですいません、うちのこの床とか、はい、台とか水とか布とかをこの菌の群を調べたんですね。
金の軍ですか。はい。軍なんで、これが一つの軍だと思ってください。そうすると、この中にさらに細かくいるんですけど、はい、大体およそ似たような金の軍っていうのが出てて、こんなに多様にいるんですよ、もう。なるほど。これを要は活用しながらお酒にしてるんで、うん、必ずインドの皆さんにもこのように多様な菌がいますので、はい、これってあの別に酒に関係のない菌ですよね。あ、そう、酒に関係あったりなかったり、あ、じゃあ、何でもこう世の中その辺にいる、はい、菌ですね、はいはい、でこれが要は、最初にお酒作りにちょっとずつ関係してって、それが要は土地の味、いる菌がちょっと味を残してくれるんです。で最初はいるけど最終的にはいなくなるんですけど、はい、この菌の他の菌のとかの活性によって、はい、活性でだけど最初は必ずいるので、そうするとなるほど、その土地のわずかながらの菌がこう爪痕を残したオリジナルのその場所、ザ・プレイスの味になるんです、ね、あ、私は日本酒を広めるためには日本の高い材料を高い価格で、うん、は広まらないと思うので、はいはい、現地現地にそれぞれのマイクロブリューワーが立ち上がっていって、日本酒の地元のお米で地元の水で地元の菌で作って、うん、コストも下がるので、はい、地元の皆さんが日本酒に簡単に触れるようになって、はい、あ、それでじゃあ本国の日本のはどういうのっていうのが一番いいと思うので、ぜひですね、地元の味わいを出す日本酒をこう作っていただきたいなと思っております。その可能性は無限にございますので、インドに行くとそういったものとのまたコラボレーションというのは楽しめるかなというふうに思いました。あ、楽しみです。ぜひ、はい、インドに行けるように現地で日本酒を作ってください。いやいや、日本酒を作るにはこれ土田さんが来ていただかないと。お手伝いに行けます、ね、はい、はい、それで、ね、絶対そう思うので、そうですね、その土地の味を反映した酒があるっていうのはすごく楽しいことだと思いますね。ありがとうございます。現地の方々が、例えばインドの方々が土田さんのところに行くっていうのは、さっき言ったようにいろんな菌が蔵に住みつくようにしたいんで、皆さんが要はきれいに掃除したって結局ああいうふうに菌はいるんだから、もういいんですよ、はい、なので、はい、皆さんが来ていただいていろんな菌を振りまくことで、今度うちの菌がこうその菌と触れ合っていろんなものができるわけですから、多様な味になりますので、また多様性がそこで生まれてくるっていうことですね、はいはい、なので菌を持ち込んでウェルカムでこう皆さんと蔵の中でお話しできればと思っておりますので、ぜひおいでください。 Hello, can you hear me? Labiji and a professor? Professor? Okay. Okay, so now so everybody,So it's me again. Hello, everybody. This is Mika. And so thank you for joining us today. Hope you enjoyed my conversation or interview with Mr. Tsuchida, the sixth brewery, the University of Tsuchida Brewery. So now we move on to the discussion about the sake possibility in India. Tsuchida Brewery follows traditional manufacturing process, which brings about less stable,less reliable and less consistent result compared to the modern technique because of its bacteria-driven nature. Actually, this method is used only 1% of the total production at this time. Nevertheless, Tsuchida respects regional effects from the local ingredients and they welcome inconsistent flavor because they believe that is a gift from the nature.And they consider it as a local identity. That is fascinating. Now, we have today, now we have Professor Balwarsan. Hello, Miss. Hello, good morning. Hello, okay, good morning. Good morning, good afternoon here in Japan. So now today, we have you. Yeah, Professor is the authority of the rice.Traditional alcoholic beverage in northeast states of India. So, Ms. Professor, I do think we have many similarities between your rice-based beverage and sake from the brewing process perspective and even culture and traditions. So, I want you, could you share your views on sake potentiality in India based on the story of Tsuchida Brewery?And of course,
compared with your local beverage, please. Thank you, Mika-san, and I must thank Uchida-san for explaining about the sake making process so beautifully. And I'm astounded by the similarity that, you know, the process, the sake making process has with the rice-based alcoholic beverage that we make in Northeast India. And I think this goes back to the roots to the, you know, many people in this region have origins in China and Thailand. So I think the East Asian culture has come here also. And like in Japan, rice also is a, you know, staple crop. We take rice as a staple crop. It's a major producing crop. And we make various products from rice, and rice-based alcoholic beverage is one such product. And like sake, it's an integral part of the culture of the people of this region, whether it's a marriage or a, you know, death ceremony or any ceremony you name it. So okay, I think the sound is an issue. Professor Barua, could you please check if you're unmuted? I'm unmuted. Are you unable to hear me? No, I can hear you. I can hear you. Yeah, but I cannot see you. No, but we are not getting the audio. Oh, okay. I can get the audio. So, okay. I'm unmuted here. Oh, yeah. I know. Watanabe-san, can you hear? Can you hear Balor-san? Okay. So. The Labiji, yeah. Do you use the interpretation? Yeah, so I have switched it off now. I hope now I get it. Okay, and now it's okay? Labiji, can you hear me now? Yeah, now I can hear. Yeah. Now it's okay? Yeah, okay. Yeah, so as I was saying, I'm astounded by the similarity that the sake making process has with the, you know, rice wine-based alcoholic beverage that we prepare in Northeast India. And as I said, it goes back to the roots because many of our ethnic communities do come from, you know, the East Asia, like Thailand, China, and so on. And rice is also a major staple crop of this region. We consume rice and we make various products of rice, out of rice. And rice-based alcoholic beverage is one such a, one such a product. And of course, the sake making process has undergone a lot of, evolution, and it has come to a stage where it is very sophisticated. Although you have traditional breweries like Suchita-san has shown, they are, you know, traditional breweries. Even then, the process has a lot of evolved, a lot of technicalities in it. Whereas in our case, it sticks still stuck in the household level. So it is, you know, in the household, they will prepare it for if there's a marriage ceremony or during our spring festival. So, you know, the lady of the house would keep a few inertinware props and serve to the people during this season. So it is basically not for selling or marketing. It is just for home consumption. And the process is very similar. We also take rice actually, we have a specialty rice. It's a sticky rice. I know Japanese rice are already sticky. Your rice is a Japanese rice, they're sticky. But in Indian rice, the Indica rice, they're not sticky. But we have a variety that is a Bora Saul, and it's a sticky rice. So that rice is very suitable for production of this alcoholic beverage. So we steam this rice, and it is not also very polished because these are lake pounded usually in the villages. Now, of course, these are machine pounded, and then they are washed, rinsed, and then steamed. That is the best way, steamed, then spread over a mat, and then culture from the previous cultures added, and also freshly cultured the prepared. So you add the koji here, but here in our place, what they do is they make the starter culture from rice, from the starch. They grind the rice, they make the rice, take the rice powder, and they take herbs. Now, the number of herbs may vary from community to community,
It can start with 7 and go up to 100 and so. But now, nowadays, you know, usually the, and let me tell you, this is the domain of the women flock. So men do not know how to prepare this. It is the women who hold the secrets to the preparation of this. Okay. And so they at the herbs, they know where the herbs are. Maybe in the kitchen garden, they pick the herbs. They'll dry the herbs and mix it with the earth, the dried starch powder, and then make it into a dough by adding water. And then, you know, keep it to dry and then add this. So this is the starter culture. So we don't have a koji and a yeast that you add separately. Mm-hmm. So we add these things together at one go. Okay. So I just think from the production perspective, very similar. And then because we have the same palate, rice and the rice rooted, you say, and also we have a similar production process. But the differences are very similar. So that if the you say the sake is more sophisticated production now, if we mm-hmm. sake is giving the guidance to the local, your local local production, then I think your rice-based beverage will follow the sake production like the history, right? So because we are studying, actually the sake, you say the interesting thing, the women domain. The sake is starting from the maiden lady choose the rice. That is the history, very similar. Very similar. Do you think the sake attracts the local beverage production? Definitely, because you know it's very similar. Definitely, sake is it's just that it has a higher alcohol percentage. Sake, I believe. Yeah, but here also, you know, it's at some household you find that percentage goes up to actually initially, you know, you get the product that is called as rohi. So that has very high alcohol content. It can go up to 25, 28, and 30. But then because, you know, for, say from 1 kg of rice, you get only 300 ml of the product. Okay. Okay. So still, very small portion still, right? Yes. So the raw juice is 300 ml. It becomes very expensive. So usually what the women folk do is they add water into it, okay, and then they serve. So your alcohol percentage depends on the amount of water you're adding. Okay, so alcohol percentage is a little different, but most likely the same. So now you say the price-wise, price-wise very expensive. So thank you so much. So now I want to switch to the lobby, tea. So Labi as my great partners of Sake India, but today I want Labi focus on the wine industry. So, okay, the next one is Labi. Okay, Mr. Tsuchida says sake can be made in India, and I learned Indian domestic wine production has largely contributed to raising its awareness in the market. So likewise, do you think made in India sake affects the consumer in India market? And share your views on the sake compared to the Indian wine market. Yeah, so actually it has been a very fascinating thing to observe sake evoking such kind of interest as we have noticed. Now, both of us founded Sake Club India. Thereafter, we have been interacting with people, with consumers, with trade and all. And we have seen this kind of tremendous interest, which is very encouraging. And actually, we missed you day before at the sake dinner, which we had on the second anniversary of Sake Club India, where I believe for the first time ever, we have paired sakes with a multi-course meal, Japanese meal. And I was surprised to find from certain Indian connoisseurs how much knowledge they had about sake. A couple of them even knew about aged sake, that is genshu, and they knew the terms also. So to sum it all, first of all, sake has got a very positive future that I can say now having worked with you for 2 years and we have been bringing up this community. As related to wine, yes. The principal consideration now should be to produce sake locally, because
Firstly, sake is not available very easily in India because of various issues. It may be regulatory hurdles. It may be the education that is required to be imparted to the consumers because Indian consumers are not used to sake. Like the similar situation which was with wine 20 years back, where people knew only a couple of grape varietals like a Cabernet Sauvignon, like a Chardonnay. But if you see in today's context, people very much know about varietals like a Tempranillo from Spain, like a Primitivo from Italy, right? Like a Grillo from Italy. I mean, they know about all these varietals, many of them. And it has evolved over a period of time. So yes, like wine, sake is, it will take off. And it may not take as long as wine has taken, by the way. Because here the enabler is Japanese cuisine as well. In the last 3 to 4 months only, there are around 5 Japanese cuisine restaurants, Japanese restaurants that have come up in the touristic state of Goa. Similarly, in Delhi, in other metros, even in class B cities, Japanese cuisine is taking off, and that's also a big enabler for sake. Yeah, Mika-san. So now the Japanese cuisine, Japanese cuisine, let's say the washoku. Yeah, washoku, yes, market is boom. Washoku market is boom in the Indian market. And then, actually, from the history, we understand where the washoku is, the nihonshu, the sake is. So yes, gradually, in the Indian market, sake is going more, not dominant, but prepare or catching up with the wine industry in the future. Okay. So, yes. Labji, so if we have sake, locally produced sake in India, do you think it affect the Indian market and the Indian people's consumer perspective, the price-wise? So many Indian people reach the sake finally. So, and then just could you tell me the wine history, the 2 decades back? So I learned wine is make the market because of the local wine production. If local wine production contribute to the wine market, right? So similarly, do you think that sake is catching up soon? Oh, yes, obviously. I mean, when you have the local industry, first of all, the entry barriers diminish to quite some extent. Like you take the example of wine that you brought out, and I've been working very closely with the wine industry since the last 10 plus years, and I have seen it evolve to a certain extent. Now, the majority of wine consumption of India, I don't have the exact figures now, but majority consumption is the domestic wine. And that too, the domestic leader Sula here has 65% of the market share. They are the market leaders, and there are 50 wineries that have evolved the wine over a period of time in such a way that firstly, it is affordable, more affordable for a good quality. Mm-hmm. That's very important. So yes, cost versus quality proposition offered by Indian wine is definitely much, much better because it doesn't face those custom tariffs and all those things. So it is more affordable. Mm-hmm. I think that it is very necessary for sake to become popular that it localizes in production here, especially like Professor Madhumita just brought out. I have been in the Northeast. I have tried many rice-based brews, and it's loosely it can be correlated to sake because the grain is the same, right? Only the level of refinement is or a structured industry is what is the difference out here. The potential therefore exists, though it may be localized to certain pockets in India. But when you are talking of doing away with the koji, that is a culture, and adapting various other methods, like in the case of Shuchida brewery video we saw, that you are not milling off the rice here, you are just making sake with the ambient yeast and the bacteria which is there. So it's very much possible, and India is abundant with rice. And if you are not using per se those particular Japanese strains of rice, there are so many other strains of rice, not only basmati. There are thicker grains also, which have a bigger, fatter starch core. So there are so many possibilities. And I think localization is the answer for the future of sake in India. Okay, so
Now we fully understand the locally brewed sake plays a significant part, significant role to create and develop the Indian sake market further and then. So not only from the starchy rice, but also from the basmati rice, we can create the sake. Yeah. So for example, and then, so let's see, can you see Ajil here? Everybody, can you see this one? I can see the label. Actually, this one is a sake brewed from basmati rice. Rice and the Tsuchida flavoring. And I tasted this one and highly citric and orange or rice and wine, not the wine, the white grape, but still have the layered of the compressed flavor, including the less tasting rice. But the taste is actually sweet, clear sweet, very light. This is very interesting. And in my opinion, this is very good with the paneer plus, I think the paneer, the fenugreek paneer palata with the coriander chutney, fresh coriander chutney. This is the best partner, I really think. And when are you getting it for us then? Yeah, getting for you. So, Professor, so I want to back to you. Professor, do you think we really can brew, from the professor point of view, we really brew sake in India? This is the question for you today, the final question. Professor, are you there? Professor Valor? I cannot hear Professor. Can you hear Labi? No? I cannot hear your voice again. I can hear you. How about Professor Balor? No, I cannot hear the professor. You cannot hear? Yeah, no. I cannot hear as well. Okay, today's today's discussion is focusing on the possibility of brewing sake is in India, and then the answer is possible. Oh. Now she's back. Hello? I can. Oh, okay. Can you hear me? That is very ideal situation. So sake affects the good guidance to the local products. And then each has its uniqueness and still maintain its uniqueness. And then if we have the sake and local beverage, rice-based beverage, sustainable in India, that will be the perfect figure in the future. So, Lavji, anything to add? For you to add on this part topic? So one more thing that I would like to highlight, that irrespective of whether we make sake in India, there will always be a market for the premium sake, the Japanese sake, which is coming in India. Because that's special, the era of evolution of Japanese sake is already there since hundreds of years and maybe 1,000 years.
Like in case of wine, again, I'll compare it for easy comprehensibility for the Indian audience, that in case of wine, it's not always that we are buying the domestic wine only. We are going for the other different variety and very, very higher pedigreed wines from France, from Italy and all. So that market also exists. So there are different segments of the market. But the beginning, in case of sake, the main challenge is that first, let people get used to sake. If it will be available, then only people will get used to it. And the abundant availability will be when it is domestically produced. And of course, people can keep trying sake, the Japanese sake. Like in case of France and America, they are already brewing sake. France is having the sommelier competition for sake, the Kura Master competitions and all those. So I think that roadmap has to be followed and domestic production should be encouraged. That's okay. Thank you. So, Lily said, I appreciate the domestic production. Of course, we need to import sake, the original Nihonshu, let's say the Japanese sake Nihonshu from Japan. But sake local status is very important because that reflects specific environment rights of the respective birthplace. Yeah, from which microbes and even the human disposition are nurtured. So each district, each region has a different types of sake. And then if we have the sake, so I have the different character, that could be diversity of the sake, and we can even compare with each sake and each district, and that's fantastic in the future. Exactly. Okay, so Professor, so finally, do you add anything on that? We are almost too close. Okay. Okay, thank you so much, Dr. and Professor. Professor Red, so I think we can grow the sake and your local products together in the future. And then, we can take the close communication and keep the interdependency for the future. Yeah? That's great. Yeah, that's fantastic. So, Watanabe-san, now it's your turn. So, could you take some questions from the audience? And then there is no questions from the audience. So, oh, okay. At this moment, I thought there are some questions from the audience. So that if not, it's okay. So hopefully we can bring this is a Nihonshu from the Made in Japan project. But as we talked about the local sake, so hopefully we can have the local sake in the near future. And let's grow the market, nurture the market, and we can make happen Indo-Japan products in India. Okay, thank you so much. And thank you so much, Professor and Rabiji. Thank you so much.